ケイさん、アナさん、ケアどうか。あー、ちょっと、ああ、びっくりした。ごめんごめん。すいません。ごめんごめん、大丈夫。今、ライブ配信してます。ああ、すいません。どうする？お、針、マッサージで。はい。僕は、僕はあれでしょ？トレーニングで。ここからトレーニング行くんでしょ？もう、マッスル、マッスルトレーニングですね。うん。いや、マッサージでお願いします。はい。ご飯食べた？ご飯食べました。カスうどん食べました。うん、バリカタ？バリカタです。バリカタでいった。はい。うん、バリカタ、バリカタって言わないでしょ。うどんなんで普通でしょ。え、ぶっかけじゃなくて？ケイさん？俺ぶっかけの方。のバリカタですか？バリカタぶっかけ。なんてこと言うんですか？違う。バリカタのぶっかけスタイル。だってぶっかけうどん、卵付き。カスうどん。カスうどんでしょ。カスうどん。俺ぶっかけだ。かけうどんの、うん、すごいですね。今日はファンクラブ向けのライブ。そうだよ、うん、お疲れちゃん。お疲れちゃん。どうでした？ケイジさん的には今日の特別なセットリストだったり、いい感じ、違いがありましたもんね、普段。いい感じじゃない？うん、あーだ、疲れた。疲れましたね。疲れた疲れた。もう 1.4 万人、いきなり 1.4 万人いってるよ、これ。そうですね、やっぱライブ終わって皆さん帰ってる。ちちち、アラン、すごいね、アランパワー。いえいえ、そんなことないですよ。いやー、でも残り2日しかないんでね、ちょっと、シェイプ頑張りたいなと思います。ね、あと2回。はい、あと2回ですよ。早いですね。ラスト2回、頑張ろう。もう寂しいですね。いや、そんな寂しくないでしょ。いや、寂しいですよね。そんな僕嘘つきみたいな。嘘つきじゃん。嘘つきじゃないですよ。基本、いやいや、基本嘘つきじゃん。嘘つきじゃないですか。どういうことですか。その嘘つき要素だってなくないですか。ちょっと聞いた。ケイさん、どうしたの。ケイさん、ケイさん、すごくない？え、何がですか？え、今の時代、これさ、あ、バックミラー映像なんだ。そうなんですよ。すごっ。大阪の流行り。え、何これ、どこにすればいい？これ、撮れちゃう。いいんじゃん、ちょっと待って。あ、わかりました。はい、はい、いや大丈夫ですか？はい。すごいですね、確かに。でもこれ多分カーテンやってるから見えないから。俺初めて見たんだけど。確かに、あんまり見ないですよね。バックミラーじゃなくてバックミラー映像。最近彫りが深くなってきたんですよ。もうほら、アランのコメントしかない。アランチャランチャランアラン、はい、アランチャラン。そんな書いてないじゃないですか。大輝くんのいじりが好きです。はい、ケイジさんと大輝の絡みでも面白いですよね。はい、あれ見た、あれ何ですか、大輝のポスター。あ、見ましたあれやばくね。いや、でもいいじゃないですか。なんかキラキラした足のが分かって。いや、ただあれの大輝をやっぱ普段の大輝知ってるからですよね。普段の大輝をやっぱあんまりそのエグザイルとしてのじゃないですけど、知らない方はすごい、やっぱ大輝見てないのかな。インスタ見てくれてないのかな。大輝あんま聞いてたね。インスタライブとか出てこないですよね。大輝見てない。大輝見てないですね、完全に。大輝何やってんの。大輝何やってんですかね。あれ、帰りました。大輝帰った。帰ってないですよ、多分。帰ってない。大輝何やってんの。大輝いつもなんかやってんすよね、終わってから。またキラキラしてんの。キラキラしに行ってるかもしれないね。いや、確かに、あの、あー、ダメだ、1万5000人になっちゃった。大輝の話題したら。大輝の話題始めたらもう1万6000人になっちゃったよ。やばいですね、増えてますね、やっぱ大輝さん。あ、違う、1万5000人に減ったの。あ、減ったんすか。減った。あ、じゃあ
まあね、今日はファンクラブライブということで、はい、今日ジネメンバーも来てくれたんですよ。おお、レオ、そうそう、レオと、まあ、リュート君以外ですね。リュート君ちょっと言ってよってがあったのか、だから他の4人も来てました。そっか、そうなるのか。はい、なんかやっぱすごい元々片寄せ君なんで、はい、片寄せ、ユータ、ユータ、レオ、レオ、アラン、アラン、そうです。いや、まあキーさんもう一人出てきてないですね。メンディ、はい、で数あるでしょ。はい、いや7人7人ですよ、ジェネレーションズ。ハヤトでしょ。ああ、それそれそれ。あ、俺言ってなかった。言ってなかった。ああ、頭の中に出てた。ハヤト、だって俺の前にいたもん、写真。あ、1万6000円になった。なんか、大気の話題が終わった瞬間に1万6000円。大気見てないのかな、大気。ですね、大気見てない？いやー。食べたいな。うわ、食べて。もうお好み焼きも食べたいし。ああ、食べて。食べたいし。なんか焼肉も食べたいし。ああ、食べてえわ。ああ、焼肉食べたいな。どっちかというと。エグザイル、なんて書いてある。エグザイル誰か見てないの。エグゼル誰も見てないですよね、多分。どういうこと？今そのインスタライブ誰か見てないの？ああ、見てないんじゃん。見てほしいですよね。いや、残り2日。大輝くん、ターミナルで直人さんにいじられてました。あ、まだいるんだ。あ、じゃあまだいるんですね。え、大輝くん、ターミナルでライブしてるよ。え、今がっつりキーズの競合になってるわけですね。なってるね、これ。しょうがないね。しょうがないですね。お、トレーニング部入りたいですって。あ、そうだ、トレーニング部始めたんで。始めたっていうか、まだスタートするので。キーズさんもよかったら。いや、いい、いや、タイミングさえ合えばもう。俺帰宅部だから。LDH 帰宅部、うん、LDH 帰宅部、うん、帰宅部。ちょっと LDH 帰宅部入りたい人いっぱいいるんじゃないですか。ただ帰るだけ。ただ帰るだけ。もう帰るだけだから。でも基本的にみんな入部してますね、それ、うん、LDH 帰宅部。いや、もう LDH とかつかないで、もう帰宅部だから。とりあえず帰る。トレーニング部たまに遊びに来てくださいよ。絶対行かない。絶対行かない。絶対行かないですか。絶対ですか。絶対絶対。めちゃくちゃ1週間暇で、たまたま宮崎とかで。ああ、行かない行かない。行かないですか。全然行かない。全然。ハワイとかじゃないというか。ああ、なるほど、海外か、うん、ハワイ、ハワイがいい。やっぱ、やっぱもうおじさんなのかな、ハワイがいいよね。ハワイ素敵ですね、本当に。ハワイが。確かに。どこだっけ、バリ。あ、いえ、バリは昔家族で行ったやつですね。え、どこでもハワイ行ってみたいですよね。なんだよ、ハワイ行ってみたいですよ、ね、なんだよ、ツンツンしない。なんだよ、ツンツン。ハワイ行ってみたいですよ。え、どこだっけ。どこですか。ハワイです。何焼けじゃ。ハワイ焼けです。いなかったじゃん。いやいや、俺だって笠原にあったもん。いやいや、僕ヒサロですよ。ヒサロ焼けで。やめろ、ゴルフおじさんとか書いてるやつ。やめろ。俺がおじさんっていうのはいいけど、他の人がおじさんって。でもケイさん若いっすよ。俺最近あのファンの人、若い子がさ、ケイジって路上で言うとさ、ちゃんと注意する。サンって言いなさいって。先生。まあそれは確かにそうですね。一応もう40だぞっつって。確かに。
でも街中で声かけられることって、声かけられて、うん、どこまで対応されます刑事さんって。全部。ああ写真とかもお願いします。全部。俺はもう関係ないもん。時と場合によるけど ね、まあ、ね、なんか周りに失礼になるような時はもう絶対、はい、もうあれとかもあれもう 駅とかでもう待たないでほしいもん、はい、俺あおじさんだからもうそういうの本当嫌いおじさん本当に本当に本当に他の人に迷惑かかるようなのあるかもしれない、本当嫌い、マジで。でも確かにそれだけはやめてほしい。時と場合によっては僕も全然写真とか撮りました。普通にさ、なんかこう街歩いてて声かけてもらって、はい、だったら嬉しいし、別にもういつでも急いでなければ。でもメンディー君とお買い物とかしてるとき、うん、すぐ前ですよ。ああね、うん、メンバー揃うとやっぱバレやすいですね、うん、そう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 、目立ちますよね、この人。だおじさんの話になったら 1.8 万人になったから。いやおじさんじゃないですよ刑事さん、まだ。じゃあその刑事影で髪の毛ないように、髪の毛ないからもうハゲてきてんだから。いやいやいや、いやマジで俺1センチぐらいは上がってると思うんだよね、昔より。まあでもスタイリング剤の使用量が半端じゃないですからね、ライブの。おじさんだなっていうエピソードあるんですか。じゃあおじさんだなって感じたこととか、それ以外で。いやーもうすぐ眠くなる。先輩ですけど可愛いっすね。すぐ眠くなるんですか。すぐ眠くなるけどすぐ目が冴える。あーなるほど。朝早起きとかしちゃうんですか。最近早いっちゃ早いし、ってか俺ね寝るのもね遅いんだよね。昨日ももう4時ぐらいに。いや4時ってもう今朝っすよ。もう4時まで寝れなかったもん。で何時まで寝るんですか。今日はねとりあえず11時ぐらいか。僕も1日いくらでも寝れますね、寝ようと思ったら。今同じだわって書いてる。同じだわ。4時?4 時に起きる。いや4時に寝るのはすごい。マジで何時に寝てんの。僕もうあの12時ぐらいに帰っていつの間にかもう落ちてるんですよ。寝落ちですね。いいなぁ羨ましい。寝落ちして、ああもうすっげえムカつくのが来た。何すか。マイスター笑えます。それ一番刑事さんが言うからですよ。一番マジ本当にダメなこと送ってきたこの人。今日 MC で言うからですよ。あマジダメ。ダメです。1280 MK。刑事さんが MC で言うからですよ。マジと誰も思ってないですよ絶対。ちょマジ本当やめてマジで。僕あそこ一番好きですけどね。マジ本当やめてほしい。もう笑うんだけは。いやすごいいいでしょ。本当に。うん、アランだけだよいいって言ってくれるの。僕も前から言ってますもんね。うん、ありがとう。いやあれすっごい羨ましいですもん。羨ましい。羨ましいです。もうアランがやったらもうキャーキャーのもう、いやいやキャーどころじゃないでしょ。いやもうギャーでしょ。ギャ。アランはバカ。アランはバカ。書いてるもんだって。アランはバカ。いいこと言うねこの子。いや何言うんですか。何をおっしゃるんですか刑事さん。この子なんで、なんで知ってんのアランのこと。アランがバカだって。いやアランはバカ。いやそんな掘り返さないでくださいよ。僕ちなみにあれですよ、成績表とかほぼオール5に近かったですからね。マジで、はい、やばいじゃんそれ。そうなんですよ。てか何あれ、中学生、高校生か、前の高校の時とか。疲れたね。疲れましたね。いやはや。もうアランの話ばっか。刑事さんの話もありました。刑事さんに質問ある方いますか。刑事さんに質問。質問タイムしてみる。刑事さんに、はい。質問コーナー、刑事さんに質問がある方。天才だ。俺？そうします。刑事さんに質問がある方。質問。
なんかもう来ないしね。来ねえじゃん俺。質問、あ、宮崎で一番好きな食べ物は。いやね、宮崎っていいですよね。チキン南蛮。宮崎いつ帰りますか。別に気分が向いたら帰ります。気分が向いたね。明日何時に起きるの。気分が向いた時に起きます。今日の朝ごはんうどんでした。もうケイジさんの眉毛の角度26度。絶対的に変態ですか。変態です。あらな、ちょっと追いつかねえ。彼女はいくつまでが、まあ、いくつまでしたらったら OK ですか。彼女全然もう二十歳以上であれば。あ、未成年はダメです。そうですよね。いやいや、お前やめろよマジで。今何食べたいですか。福岡に家買わないの。買ってほしい。買ってほしい。誰かに買ってほしい。アラン君の好きなところはどこですか。チャラン。どういうことですか。薄毛の始まりの前と後ろどっちがショックですか。まあどっちもショックでしょう。どっちもショックですかね、絶対に。宮崎より福岡に帰ってない。帰ってます。帰ってるっていうか福岡にいる仕事だもん。宮崎と福岡ってどのぐらいの距離なんですか。ん、車で。車だと6時間ぐらいかかる。あ、結構まあ遠いんですね。4時間半か5時間ぐらいか。右下か、宮崎は。あれ左下でしたっけ。何を持って左下なの。ちょっと分かる。九州があるじゃないですか。で、ここ福岡じゃないですか。ここあ、ですよね。2019年の抱負。2019年の抱負、楽しく生きる。友達になってください。もうなってます。京都に来た、この前行きました。じゃあ私と結婚してくれませんか。私誰、結婚好きですか。結婚したいですか。めっちゃ結婚の話来るじゃないですか。ケイジさん、んこのままだと一夫多妻ですね。やめろやめろ。ハンバーガー美味しい。最後ケイジ喋ってたの良かった。あ、今日良かったですよ、ケイジさん喋ったの。今日のトークです。ちょっと LINE 送ってくるのやめてもらっていいですか。エグゼルで好きな歌。ダイヤモンド。わー、血がいい。あ、もうそろそろ着く。そうそうです、ね、よし、じゃあありがとうございました。明日も頑張ります。これのぶりっ子かわいいね。あら、おいしい。かわいいね。お疲れ。そう、はい、お疲れでした。